どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KDです。百鬼城百鬼キャッスルの続きをプレイしていきたいと思います。前回はタラガオですかね、タラガオを倒して、上に上がってきたんですけど、まさかのねボンミスというか、私の操作ミスというか、操作ミスじゃない、完全に油断してましたね。調子に乗ってたというか、で死んじゃったわけですけど、でこっからまたスタートなんですけど、どうやったんだっけな、確か左、でここを、なんでこんな単純なのに前回あんなに時間かかったのか、まあ、何もないですけど、一応マップ埋めれるところは埋めて、で、こっち側、そうですね、こっち側行くと、前回私が死んだ場所に確かついて、こっちが何にもなかったと思ったんですけど、あ、壺が、あ、忘れた、危ない、忘れてた。ちょっと戦い方が雑になってますよ。で、左は確か何、あ、ん、あ、そうですね、この奥で死んだんで、でこっちは何もなかったと思ったんだけれど、よし、でちゃんと今回は気抜かないで安全に、危ない、無視しない、よし、ふう、一発させたらもうかわすぐらいで、
ここはでも倒さないと。危ない。よし、これでじゃあ宝箱もよし取れる。お、またアクセサリーですね。これは緑柱石って言うんだね。アクアマリン、アクアマリンでできた数珠、水属性の力が高まる。誰に装備させようかな。この人は HP 高いんですよね。シャクレさん305もあるんで、おさむ、サザエさんかな。サザエさんに少しでもちょっと、ああでも、いや、これはじゃあしかめさんですね。しかめさんに装備してもらって、ちょっといらないもの、しゃくれさんに、あ、そっか、これ2個ある、2個出たんですね。で、で、これを、ちょっと待って。水属性の攻撃、この人の方がいいのかな？いや、でもいいや。セットして、右に何かがいる。なんだこれは。カラス、人、下、上、何言ってんだ。顔はカラスみたいだけど、あー、2匹いるな。いや、3匹か。また謎解き？ああ、カラスが通ると黄色になりましたね。この方々を誘導させて、どうやって、こっち来い。こっちに来てくれないな。あー、こっちに来てほしい。あ、来た。よし、で、待って、これでも一斉に開いたりし、開いた。あ、でもそんなに強くはないかな。一体ず、よし、来い。よ
しよし、いいよ。一体ずつ戦いたいから。全然あさっての方向に。よし、おお、何かあるわけじゃないし、自分で入って赤色にしたらどうなるのかな。あ、自分で入って赤色にはできないんだ。右、辛さそんなに。あら、あ、来た来た。いやー、待って、いて、死にかけてる。危ない。防御力上げて、あら、あー、もう一匹いるなー。危ない。あー、そう、戻らなきゃ。これうん、生き返らせる魔法いらない可能性も。この人まず死にますもんね。こっちか。いやー、強いなー。一応セーブして、よし、どっちだったかな？こっちだ。やっぱりどっかでレベルとかちゃんと上げた方がいいのかもしれないですね。ちこい。危ない。よし。2体はまずい。ああ、もう一、ああ、いるな。危ない。危ない。おう。ああ。危ない。怖いな。あと1体ぐらいかな。いや、まだいるね。ああ、それ後ろ向いてても、へえ、行ったり来たりで、この人死んじゃうんですよね、やっぱり。
だ生き返らせる魔法を取ったとしても、生き返らせられる人が死んじゃいますから。よし、でもう一回ちゃんとセーブをして、でこっちですね。いやー強いなー。やばい、直線はまずい。おう、危ない危ない。おお、これでまだいる。無限脇かな。無限脇なら無限脇でまあレベル上げれるんで、あ、もう出ないかな、もういないかな。よし、左、こっち側から、どれか目が出るとか。何もなし。法人が3箇所に分断しなきゃいけない感じですかね。毒ダミソウ、宝箱があって、とりあえずこっ、ちょっと待って、うん、こっち側に入ってみて、うん、うわー、なんかややこしいですね。いった、危ない。よし、清めの下駄。由緒ある神社で清められた山下駄、歯、大ともに一つの木をくり抜いて作られている。わー、すごいですね。シャクレスさんに、お、いいですね、装備させて、
今度こっち側に入って、危ない。やばい、完全に道がわからない。あ、こっちは行けないかな。こっち行けないから、一度戻って、で、これですね。これで一回戻って、で、じゃあ次は、向こう側の魔法陣に、入って、オーバーゾー。ふう。うまい。オーバーゾー。よし。あら？何時に託した、これあれ出ますかね。じゃあ攻撃上げて、あれ出ない。え、何時に託した、これで。じゃあどっか行けるように、あ、こっ、あ、こっちですね。ヘビ。右は、よし。危ない。よし。ボール上げて。あいた。落とし穴があるから、まずこれ踏んで、踏んでる状態じゃないとダメだから、分断させて、でこのパーティーでこっちを踏んで戻して、 OK、 よし、で合流ですね。これはまずこっちですね。これを踏んでると、これ分断させて倒すしかないんだ。どうしよう。しかめしゃくれパーティーで、危ない、なんといた。よし、これで、あ、全部閉じたから、
構広いですよ。お、チームとチームあうんの呼吸。これを踏めば閉じると。で、分断させて、しかめしゃくれチームでまず防御かけて、あー MP ない。よし。で、まずはこのチームでこれを踏んで戻して、で一旦まず合流。踏んで、よし。おう、左、これで、あ、これでまずこっち側の落とし穴が閉じて、これで槍が、向こうの槍が閉じて、これは宝箱。あ、アイテムなしで、ここが開いたのかな。じゃあこっちじゃない。十文字草、徳川の兜、代々徳川家に受け継がれてきた秘宝の一つ。運気が上がる、強い。装備して、十文字草、十文字槍、これはシャクレさん、うん、強いですね。装備させて、でもう一回向こう側に戻るのかな。あー、いるなー。後ろいた。あぶな。なんか取ったけど、多分十文字草の方が地属性。あ、まだいるな。こっちにも。あぶねえ。よし。あ、いっぱいいるよ。危ない危ない。あ、待って待って、動けない動けない。ちょっとちょっとちょっと、なんと、あ
やばい。これは、これは立ち直れない。これは立ち直れない。まだいたか、後ろから来たか。はい、ではですね、時間がちょうどいいので今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。